7年間人間を食べ続け、400人以上を食べた虎がいたことを知っていますか？どうもこんにちは、みどりです。このチャンネルでは生き物の話題について語っています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。普段は夜というおじさんが喋っています。今回は人を殺しすぎてギネスブックにも載ったチャンパーワットの人食いトラについて語っていこうと思います。1900年の初頭、ヒマラヤ山脈のネパールという国ではジャングルを歩く人々が何者かに襲われるといった事件が起きていました。はじめ現地の人々は悪魔の仕業や神のたたりであるなどと噂をしていましたが、運よく逃げ延びた生存者の証言によりこの事件を引き起こした正体は一匹の虎であることが判明しました。犯人が虎と分かった人々は新たな犠牲者を生まないようにハンターをジャングルに送り込みました。しかし何の成果も得られませんでした。被害者が200人を超えた頃、ネパール政府はなんと虎を狩るために軍隊を投入しました。しかしそれでも虎をネパールから追い出すことしかできませんでした。ネパールから逃げた虎は国境を越えてインドのクマーウーン地方に住み着くこととなりました。人間から逃げた虎は再度人間を襲い続けました。しかも前より大胆に真っ昼間から村の近くを徘徊して人間を殺すようになりました。地元の住民たちは恐怖のあまり森の中から虎の唸り声が聞こえただけですぐに逃げ帰ったそうです。こうして好き放題して人間を食べていた虎ですが、ついに終止符が打たれます。1907年、イギリス人の凄腕ハンターであるジム・コルベットが人食い虎を殺すためにクマーウーン地方にやってきました。そんな中、虎はクマーウーン地方のチャンパーワットという町で16歳の少女を襲い森へ持ち帰っていました。その際に血痕と足跡が残り、ジム・コルベットはその血の跡をたどって虎を発見、射殺しました。こうして7年間人間を食べ続けた虎は息絶えました。虎の死体から性別はメスで、全長は約2メートル50センチといったことが判明しました。さらに右側の犬歯が上下とも折れており、上側の犬歯は半分しかなく、下側の犬歯は根本から失われていました。犬歯がなくなっていた理由は諸説あり、ハンターに折られた可能性が有力なようです。またこの犬歯のために野生動物を襲うことができず、力も弱く体も柔らかい人間を襲っていたと言われています。最終的に436人の人がこの虎によって命を落としてしまいました。しかし実は記録されている人間が436人といっただけで、実際にはさらに多くの人間が殺されていると言われています。また単独の猛獣による獣害事件としては史上最悪のものとしてギネス世界記録に認定されました。いかがだったでしょう。最も人間を殺したチャンパーワットの虎。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた機会があれば会いましょう。バイバーイ。